はい、どうも皆さんこんにちは。今回はファルコン&ザ・ウィンター・ソルジャーの第2話について見ていきたいと思います。前回同様に気になる部分を初めに話して、その次に最初から詳しく見ていきたいと思います。今回初めに話していこうと思うのが GRC とパワーブローカーについてです。こちら2つは今回の話で初めて登場したもので、 GRC はジョン・ウォーカーとサムの会話で名前が登場した他に、ワクチンのケースに GRC と書かれていたり、軍の施設には GRC のポスターが貼られていたりもしました。サムの GRC の説明によると、サノスの指パッチンで消えて5年後に再び戻ってきた人の支援を行っている団体ということでした。前回の動画の最後にも触れたように、指パッチンで少しだけ社会のルールというのも変わっていたりして、例えば前回は銀行の審査のルールが変わっていました。単純に考えて5年間人が消えていたら、仕事であったり学校などで居場所がなくなっているのはもちろん、住んでいた家というのも他の人に住まれているという可能性も十分にあるため、 GRC はそういった行き場を失った人たちを支援するための団体ということがわかります。そしてもう一つ名前が登場したのがパワーブローカーというものです。名前しか登場しなかったため、まだ MCU 版でははっきりとしたことはわかりませんが、原作コミックでは営利目的で超人兵士を作り出している機関です。つまりお金さえ払えば誰でも危険は伴いますが、超人兵士になれる可能性があるということで、このドラマ版ではフラッグスマッシャーズとも関わりが深そうです。こちらのコンテナに積まれたワクチンは GRC のロゴが入っており、超人兵士のグループのフラックスマッシャーズが盗み出して運んでいるところを見ると、ただのワクチンではなく超人血清の可能性も高く、そうなると GRC が超人血清などを開発しているということになります。そこでこういった巨大な組織と超人血清といえば、サンダーボルトロスの影が見えてくるような気もします。サンダーボルトロスは2008年のインクレディブルハルクから超人血清に関わっており、もうすぐ公開されるブラックウィドウの映画でも登場することが分かっています。またブラックウィドウの予告編には、レッドルームの少女たちに使うための小瓶に入った赤い超人血清のようなものが登場しています。こういったことを考えると、サンダーボルトロスは2008年以降も超人血清の複製を試みていて、そこで作られた超人血清をフラックスマッシャーズが盗み、自分たちに使うことで超人兵士になっているという可能性もありそうです。そして超人血清といえばもう一つ気になるのがジョン・ウォーカーで、今回の話を見る限りジョン・ウォーカーはまだ超人血清を打たれていないような気がします。それというのも、盾の扱いはスティーブ・ロジャース並みにうまいことは分かりましたが、最後コンテナの上でフラックスマッシャーズと戦う時にあっけなくやられているところを見ると、まだ普通の人間のようです。初代キャプテンアメリカのスティーブ・ロジャースは初めに超人血清を打ち、強くなってからキャプテンアメリカとなっていますが、ジョン・ウォーカーの場合は何か理由があり、まだ超人血清は打っていないようです。その考えられるいくつかの理由はありますが、例えばまだちゃんとした超人血清が出来上がっていないのかもしれませんし、副作用を気にしているのかもしれません。一番完成度が高かったアースキン博士が作った超人血清でも副作用はあり、それは身体的な面ではなく精神的な面で、アースキン博士の説明によると、いい部分はさらに良くなり、悪いものは最悪になると言っています。アースキン博士の完成前の血清を使ったヨハン・シュミットは、力は確かに強くなったものの、副作用の影響でさらに凶暴になり、最終的にはレッドスカルになってしまいました。スティーブ・ロジャースに使われた血清は完成していましたが、それでも副作用を完全に抑えることはできておらず、スティーブ・ロジャース以外の人物に血清が打たれていたら、同時に悪の部分も増幅されてしまい、悪役の誕生となっていたかもしれません。今回さらに深く掘り下げられたこの新しいキャプテンアメリカことジョン・ウォーカーは、初めは気さくな感じでいい人に見えますが、物語の後半ではバキーとサムに向かって邪魔をするなと、少し闇の面も見えてきました。そのため超人血清が第二次世界大戦の頃からさらに進化でもしていない限り、とんでもない悪役を生んでしまうことにもなりかねないため、まだ超人血清は与えずに様子見段階ということなのかもしれません。では次に第2話の始めから詳しく見ていきたいと思います。物語の始めは、新たなキャプテンアメリカことジョン・ウォーカーがロッカールームにいる場面から始まります。新たなキャプテンアメリカのお披露目のイベントを前に緊張するジョン・ウォーカーの前には、彼の奥さんと共に今回新しく登場した新キャラクターのレーマン・ホスキンズが登場しました。
今回劇中にも登場したようにヒーローの名前としてはバトルスターでバッキーを名乗っていたこともあります。ちょうどバットマンに登場するロビンのようにバッキーの名前も何人かが名乗っています。盛大な歓声を受けながら会場に入るジョン・ウォーカーはこれまでの経歴を紹介するためにインタビューが行われます。その話によるとアメリカの歴史の中で初めて軍から3つのメダルをもらってテロや人質救出などにも貢献した英雄であることが分かりました。またその時に流れた盾を投げる映像では100発100中の腕前でかなり難しいとされているにもかかわらずサムが盾を献上してからの短い期間でここまで上達しています。ちなみにこの放送をしていたのが ABC ニュースでこの局ではエージェンツ・オブ・シールドであったりランナウェイズなどマーベルのドラマシリーズを実際に放送していた局です。新たなキャプテンアメリカの登場に多くの人が喜ぶ中とてもがっかりしている人物が2人いてそれがバッキーとサムでした。この2人といえば初めて出会ったのはキャプテンアメリカ・ウィンター・ソルジャーの時で初めはお互い敵同士でしたがその後バッキーの洗脳が解けてからは一緒に戦うようになりすごく仲がいいというわけではなかったもののエンドゲームの最後にはかなり打ち解けているような様子でした。でもサムが盾を譲ってしまいそれがジョン・ウォーカーの手に渡ったことで2人の仲は険悪になってしまいます。次の場面ではフラッグスマッシャーズを追ってドイツのミューニックに行く場面です。飛行機で向かった2人はサムはファルコンスーツをつけているのでそのまま飛び降りますがこの時羽が起動する時の音を聞いてみるとアイアンマンのリパルサー攻撃の音とよく似ていると思います。前回第1話でスタークレベルの技術という言葉が登場したように動力源としてアークリアクターを使っているのかもしれません。フラックスマッシャーズたちが潜む廃工場のような場所に到着するバッキーとサムは自らホワイトウルフという名前を出しています。ホワイトウルフといえばバッキーがワカンダにいた頃に呼ばれていた名前でこの時現在使っているビブラニウム製の義手も受け取っています。逃げるフラックスマッシャーズを追ってここで初めての対決となる2人は超人兵士たちを前に苦戦を強いられます。そこで助っ人として登場したのがジョン・ウォーカーとホスキンズでした。この2人が加わってもなかなかフラックスマッシャーズを倒すことはできずジョン・ウォーカーは盾を投げて戦うもフラックスマッシャーズにはあまり効いていないようです。これまでの映画からも分かっている通り普通の人間が盾を当てられるとその場でダウンしてしまいますがこのフラックスマッシャーズはもろに盾を食らっても何ともありません。またこの戦いで明らかとなったのはジョン・ウォーカーとホスキンズは2人とも超人兵士ではないということです。確かにジョン・ウォーカーは盾の扱いには優れているもののフラックスマッシャーズとの1対1の戦いではあっけなくやられています。この戦いの後決戦の出どころについて話していたサムとバッキーは80年経って8人の超人兵士が野放しになっていると言っていますがおそらくこういった超人兵士は比較的最近登場したはずです。次の場面はフラックスマッシャーズの隠れ家の場面です。隠れ家といってもフラックスマッシャーズの家などではなくてフラックスマッシャーズのメンバーではない民間人が提供している家で世界中にはこういったサポーターとも言える人がいるということが分かっています。またこの場面ではフラックスマッシャーズの女性の一人の名前が分かりそれがカーリー・モーゲンソーという名前でした。原作のフラックスマッシャーの本名がカール・モーゲンソーということで MC 版では女性ということでカールからカーリーになっています。また彼女は謎の人物からメッセージを受け取っておりお前は私のものを盗んだ、見つけて殺してやると書かれています。フラックスマッシャーズが盗んだものといえばあのコンテナで運んでいた GRC のマークが入ったワクチンだったのでこのメッセージの送信者は GRC のメンバーの誰かであったりパワーブローカーなどが考えられそうです。次はバッキーとサムが飛行機で移動している場面でシビルウォーからインフィニティウォーまでの間の話をしていました。この時バッキーとサムはキャプテンアメリカ側についており犯罪者として追われる身となっていました。ここでこのシリーズで初めて名前が登場したシャロン・カーターはこの時アメリカの敵とみなされていてスティーブ・ロジャースとサムの2人は2年間もの間逃げていたと言っています。この場面では名前は登場しませんでしたが実はもう1人逃げていた人物がいてそれがブラック・ウィドウでした。もうすぐ公開されるブラックウィドウの映画ではシビルウォーからインフィニティウォーまでの間が描かれるということでブラックウィドウはおそらくタスクマスターなどのミッションのためキャプテンアメリカたちとは別行動してたということになりそうです。こうしてバッキーとサムの2人はアメリカのメリーランドに到着してある男を訪ねます。
その男の家に行くも子供が出てきて追い払われてしまいますが、コヤンのバーで会った男だということを伝えると例の男に会わせてくれます。そんなサムに会わせたかった男というのが黒人キャプテンアメリカとして知られているアイゼイア・ブラッドリーでした。彼の口からはそこまで多くは語られませんでしたが、このブラックキャプテンアメリカは悲劇のヒーローであり、超人結成複製のために使われた実験台でもありました。そんな超人結成の実験台として集められたのが300人ものアフリカ系アメリカ人で、アイゼイア・ブラッドリーはその実験を生き残った数少ないうちの一人でした。劇中の彼のセリフから分かったこととしては、アイゼイアはウィンターソルジャーを止めるために韓国に送り込まれ、この二人は戦ったということです。しかもこのアイゼイアは話を聞く限りかなり強く、スティーブ・ロジャースと同じくらいヒドラに恐れられており、ウィンターソルジャー時代のバッキーの義手を半分もぎ取ったとも言っています。しかもアイゼイアの悲劇はそれだけでは終わらず、ウィンターソルジャーとの戦いを終え帰ってくるも30年間もの間檻に入れられて、その間実験の対象にされていたということです。彼を使った実験となれば超人結成の複製で、多分こういった実験があったからこそフラッグスマッシャーズのような新たな超人兵士たちが次々と現れているのだと思います。またアイゼイアと一緒に住んでいるらしきこの青年はイライジャ・ブラッドリーという名前でアイゼイアの孫にあたり、ヤングアベンジャーズのメンバーの一人であるペイトリオットとしても知られています。二人はアイゼイアの家を出るとそこで警察官に捕まってしまい、ここでバッキーは裁判所命令のセラピーを受けなかったということで逮捕されてしまいます。連行されてしまうバッキーでしたが、警察署に着くとあっさり釈放されて、ジョン・ウォーカーがそれを許可したということがわかります。これまでのキャプテンアメリカのスティーブ・ロジャースにはこのような権限はありませんでしたが、ジョン・ウォーカーにはなかなか大きな権限があることがわかります。次はその後夜になった場面で、サムとバッキーの2人が建物から出てくると、ジョン・ウォーカーとホスキンズの2人が待っていて、一緒に戦うことを提案しますが、あっさりと断られます。するとジョン・ウォーカーは邪魔をするなと少し闇の部分が見え始めます。そして最後バッキーとサムの2人はアイゼイアが言っていた言葉を頼りに、ヒドラの全てを知り尽くしたバッキーにとっては禁断の男であるバロン・ジーモに会いに行くことにします。バロン・ジーモといえばシビル・ウォーの黒幕でバッキーの洗脳を戻しウィンター・ソルジャーにしてアベンジャーズを分断させた張本人でした。アイゼイアがなぜヒドラのことを言っていたのかということに関しては、これまで分かっている通りヒドラの残党は第二次世界大戦後もシールドやアメリカ政府の中に紛れていたからでした。つまりアイゼイアのような黒人超人兵士を生み出したのはアメリカですが、その陰でもずっとヒドラは動いていたはずで、超人結成の複製にも関わっていたことが考えられそうです。今回はファルコン&ザ・ウィンター・ソルジャーの第2話について見てきました。皆さんは今回の話についてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。